耳から学ぶヨガナンダ氏の教え 4-3 叶えられる祈り 3 聞き物語。自分の意志を精神集中によって充電せよ。神を受け入れる体制を作るには、静かに座ってあなたの想念を価値ある目的に集中し、あなたの熱意と思いをその目的とする観念の中にすっかり溶け込ませなければなりません。そうすると、あなたの意志の力には、全知全能の神の力が流れ入って、あなたを目的の実現に導くよう働きます。しかし、ただ座って成功が転がり込んでくるのを待っているだけでは不十分です。ひとたび進路が決まり、意志が固まったら、具体的な努力もしなければなりません。そうすれば、成功に必要なものがあなたの周りに集まり始めます。そして、すべてのものがあなたを正しい方向に導くようになります。あなたの祈りに対する答えは、こうした超充電によって成果されたあなたの意志の中にあります。このように意志を使うことによって、祈りを叶えてもらう道が開けるのです。これは私の経験です。私は、自分の意志の力を試すために何度も実験しました。しかし、今はもうはっきりと分かったので、実験の必要はなくなりました。かなり昔のことですが、私の生徒の一人が間違った道へ走ろうとしていました。私は彼の身に災難が差し迫っているのを予感したので、ありったけの理由を並べて思いとどまらせようとしましたが、彼はすでに決心を固めていて、私の説得力ではそれを翻させることができませんでした。私はついに諦めて、では仕方がない、好きなようにさせようと自分につぶやきました。しかしすぐにまた彼に対する愛情と心配が私を駆り立てました。そこで私は菩提樹の下に座って、彼の姿をまぶたに思い浮かべながら、神が私にお前を呼び戻すよう命じておられると何度も繰り返し、一生懸命この心のメッセージを放送しました。夕方近く、彼がもうすぐやってくるという直感を感じて、私は体と心がワクワクしてきました。やがて放蕩息子は帰ってきました。そしてプラナムの礼をしてこう言いました。今日は一日中、私がどこへ行っても何をしても先生のお顔が見えるのです。一体どうしたのでしょう。私は答えました。私を通して神様がお前を呼んでおられたのだ。私が呼んだのではない、神が呼んでいらっしゃったのだ。私の望みには少しの利己的動機もない。だがお前が帰ってくるまではここから動くまいと決心していたのだ。このような決心には世界をも変えることのできる偉大な力があるのです。ですから、深い祈りは必ず叶えられます。祈るのに最も良い時間は邪魔の少ない夜です。また、必要ならば夕方少し眠ると良いでしょう。そうすれば夜中も睡魔に邪魔されずに祈り続けることができます。最初のうちは難しく思えても、慣れればだんだん容易になります。そしてあなたはその効果にびっくりするでしょう。あなたの意志が強まると神はすぐに答え始められます。そして神が沈黙の掟を破って優しくあなたの耳元にささやかれるのを聞いた時、あなたは喜びを抑えることができないでしょう。しかしもしあなたが自分の祈りの力を誇示する気持ちや金儲けなどの利己的動機から祈るときは、その力は失われてしまいます。神はもうあなたに答えてはくださいません。神は驚いてあなたから逃げてしまうからです。神はあなたが誠実で純粋に神を愛しているときにのみ来られます。あなたが自分自身に感動したり、また自分の力を人に見せびらかそうと思っているとき、神は求められているのが自分ではなく、あなたの自我の名声や栄誉であることを知って、答えてはくださいません。
神が答えてくれるまで諦めないこと。神は物も言わず感情もない非情な存在ではありません。神は愛そのものです。もしあなたが神と接触するための正しい瞑想の方法を知っていて、その中で愛を込めて求めれば、神は必ず答えてくださいます。あなたは神に嘆願する必要はありません。神の子として要求すればよいのです。ただ問題はあなたがそれに必要な時間をかけるかどうかです。神の答えが得られるだけの集中状態に達するまで頑張るかどうかです。例えばあなたの家が抵当に入ったまま、お金の工面がつかないとか、あるいはあなたがどうしても就職したいと思っている仕事があるとします。そういう時はまず深く瞑想して、そこから訪れる静寂の中で確固たる意志を持ってあなたの求める状態をはっきりと心に描き続けなさい。途中で結果が現れてきたかどうか気にしてはなりません。あなたがもし畑に種をまいても、それが育っているかどうか心配してたびたび掘り返していたら芽は出ないでしょう。それと同様に祈る時も、主があなたの願いを叶えてくださる印が現れたかどうか気にしていたら何も起こりません。神を試そうとしてはなりません。ただ、たゆまず祈り続けなさい。あなたの役目は、あなたの必要としているものに主の注意を引き、主を助けて、その願いが実現するように自分のなすべきことをすることです。例えば、慢性病の場合だったら、治療のための最善の努力を尽くしながら、心の中では結局神だけが癒してくださるのだということを確信していなさい。神だけが助けてくださる。毎晩この信念を瞑想しなさい。そしてあらゆる決意を込めて祈りなさい。そうすればある日突然その病気が治っているのに気がつくでしょう。心はまず暗示を受けます。すると心は神の力を宿します。その結果、脳から生命エネルギーが供給されて癒されるのです。あなたは気づいていませんが、あなたの心の中にある神の力が体のすべての機能をコントロールしているのです。この心の力を訓練すれば、あなたは体の不調を癒すこともまた丈夫になることもできます。それにはまず正しい瞑想法を学ぶことが必要です。そうすれば神の力によって強化された集中力を利用して健康になることも、日常の問題を解決することもできるようになります。何か一つあなたが困っている問題を取り上げて、毎日この方法を応用して試してごらんなさい。5回や6回失敗しても続けて試しなさい。そうしてそれが成功したら、その集中した意志をまた別の目標に向けなさい。そうすれば次第により大きなことができるようになるでしょう。意志は全能の神の似姿に作られたあなたに授けられた能力です。あなたの意志の中には大自然のあらゆる力を支配している神の無限の力が宿されているのです。この力を利用すれば、あなたは何でも望みのものを手に入れることができるのです。繁栄を作り出すことも、憎悪を愛に変えることもできます。体と心とを完全に支配できるようになるまで祈りなさい。そうすれば神の答えが得られます。現に私は自分の望んだことがどんな些細なことでも全て叶えられていくのをいつも目撃しています。あなたにとって最も必要なものは神である。眉間には天国への門があります。この脳の中枢は意志の座です。この点に深く意識を集中して静かに願い事を念じれば何でも叶えられます。ですからこの意志の力を邪悪な目的に使ってはなりません。この力を故意に他人を傷つけるような目的に使うことは、神から与えられた力の重大な誤用であり悪用です。もし
自分の意思が間違った方向に進んでいると気づいたら、すぐにやめなさい。それは、あなたの聖なるエネルギーを浪費させるだけでなく、この天与の能力を失わせることになります。そして、その後、その能力を良い目的に利用することさえもできなくなってしまいます。自分の祈りが筋の通った正当なものかどうか、よく見極めなさい。自然の理に反することを神に祈ってはなりません。真に必要なものだけを祈りなさい。本当に必要なものと、必ずしも必要でないものとを区別しなさい。必ずしも必要でないものに対する欲望を断ち切るには、よく道理を考えてそれを捨てることです。私には大きな建物を夢見る道楽がありましたが、今ではもう興味がありません。私はすでにそれらの建物をたくさん持っていますが、かえってその維持が頭痛の種です。物を所有することには煩わしい責任が伴います。不必要なものを欲しがることはやめて、本当に必要なものを求めることに集中しなさい。あなたにとって何よりも必要なものは神です。神はあなたのために本当に必要なものだけでなく、必ずしも必要でないものまで一緒に用意してくださいます。あなたが神と一つになれば、神はあなたのすべての欲望を満たしてくれます。とてつもない夢でさえも叶えてくださいます。私がまだインドにいた子供の頃、子馬が欲しくてたまらなかったのですが、母が許してくれませんでした。何年か経って、私がランチに少年たちの学校を開いてから、校内の仕事をさせるために、馬を一頭飼うことにしました。ある朝、その馬は子馬を産みました。私は忘れていた子供の頃の夢が叶えられたのを知りました。こうした類いの経験は、他にもたくさんあります。昔、カシミールへ旅行に行った時は、この建物 SRF 本部の幻を見ました。そして、それから何年も経ってロサンゼルスへ来て、この建物を見た時、私は、それが昔、幻で見た建物であることに気がつき、これこそ、神が我々のために用意してくださったものだと知りました。祈りの法則に従うこと。祈る時の第一の法則は、正当な願い事だけを持って神に近づかなければならないということです。第二は、乞食のような態度ではなく、神の子として、私はあなたの子です、あなたは私の父です、あなたと私は一つですと言って願い事の成就を求めることです。深く祈り続けると、心の底から大きな喜びが湧いてくるのを感じます。この喜びが湧いてこないうちに、途中でやめてはなりません。あなたの心を完全に満足させるこの喜びが感じられたら、それがあなたの祈りが神に届いた印です。そうしたらこう祈りなさい。主よ、これは私に必要なことです。私はそのためには何でも喜んでします。どうかこの願いが成就するために、私が正しく考え、正しく行動するようお導きください。私はあなたからいただいた理性と意志の力を使って行動します。どうか私の理性と意志と行動とが正しい方向に働くようお導きください。これが私のいつも実行してきた祈り方です。今では何かの計画について神に尋ねると、すぐにその計画を実行すべきか否か、またどんな手順で進めるべきかなどの答えが返ってきます。祈りを実用的手段として真剣に考えなさい。そして祈りの目的に深く精神を集中しなさい。仕事を探す時も、契約にサインする時も、その他重要なことをする時は、いつもこの神の力のことを考えなさい。そしてそれを考え続けなさい。睡眠時間を割いてでも祈りなさい。あなたの心は昼は働き、夜は眠るように習慣づけられていて、夜になると眠ろうと催促します。
聖なる意志の力を結集して、逆に命令しなさい。睡魔よ、され、神との約束の方が大事だ。そうすれば、神は答えてくださるでしょう。